おはようございます。ナフカに来てます。いろんな商品があってですね、ここはアウトドアで楽しいですよ。これは日本の居酒屋かなんかのパクリですよね。しかしさ、なんでこう低いわけ。で、日本のカセットコンロも外国で珍しいって言ってヒットしますもんね。旅、経験、異次元に行く。人間のあの才能っていうのはね、やっぱり磨かないと、ね、宝の持ち腐れになります。非常にね、今日いろんな人とお話をしましてですね、ね、いかに向上心というかね、いっぱい体験をして、ね、レベルアップさせるというのは大事なことがもう非常によくわかりますね。教育しないといかんなとつくづく思います。